今回は文字の間隔を広げたり詰めたりする設定方法をご紹介します。文字数や文字の大きさにもよりますが、特にタイトル文字は文字間を広めにした方が読みやすくなります。このようにテキストボックスを作りました。フォントとフォントサイズも設定しておきます。設定前と設定後を比較したいので、こちらをコピーしておきます。フォントの色も変えておきます。では、文字間隔を広げてみましょう。赤い方の文字を変えてみます。枠線をクリックしましょう。ホームタブを選択して、フォントグループの文字の間隔ボタンをクリックしましょう。広く、より広くをリアルプレビューで確認しましょう。例えば、広くとより広くの間が良かったり、より広くよりもっと間隔を広げたい場合は、その下のその他の間隔をクリックしましょう。ダイアログボックスが表示されます。で、標準のところを文字間隔を広げるにしましょう。幅のボックスのところに数値を入力します。今回は10ポイントにしてみます。OK をクリックしましょう。文字間が広がりました。次に文字間を詰める場合の設定をします。枠線を選択しましょう。フォントのダイアログボックスを表示しましょう。文字幅と間隔タブをクリックしましょう。標準を文字間隔を詰めるにしましょう。幅のボックスに数値を入力します。今回5ポイントと入力します。OK をクリックしましょう。はみ出していた文字が収まりました。今回は文字間を広げたり詰めたりする方法をご紹介しました。